はい、えー。それではあ、正方行列について、えー、解説をしていきます。えー、今回はあ逆行列について説明します。えー、まずですね、A が正則であるということを次のように定義します。ある X が存在して、これ、これは存在してということですね。Exist の E ですね、えー。お逆さまにしたということですね。で、ある X が存在して AX。A A に右からかけても左からかけても、XA を取っても EN になる。EN これは単位行列ですね。はい、単位行列は掛け算の世界で、行列の掛け算の中で1の役割を果たすということでしたから、これは言ってみれば、逆数のようなものですね。数で言うと逆数のようなものに当たるものが、X、逆、が存在するということですね。 で、そのようなものをですね、a インバースと。まあ、数の場合も、a と b をかけて1になるときに、b は a インバースとか、まあ、a 分の1と書いたわけですけども、行列の場合は、large a 分の1という書き方をしません。しません。はい。えー、これは絶対にしてはいけない書き方ですね。はい。で、えっと、a インバース。 というふうに書くわけですけども、ラージ A インバースとこう書くわけですが、で、まあ逆行列と、逆数じゃなくて逆行列というふうに呼びます。まあ、ちなみになぜ、ラージ A 分の1と書いてはいけないかというと、ラージ A 分の1と書いてしまうとですね、ラージ A 分の A みたいな書き方があ、まあできてしまうわけですけども、行列の場合は、まあ、あの正方行列の場合は、A と B をかけたり、B と A をかけたり、両方できるわけですけども、このかけ算の順序の 問題があります。AB と BA は一般に違うわけですね。この場合は逆行列の場合はどちらも単位行列になるわけですけども。ですから、この書き方だとですね、こういう書き方をしてしまう。例えば A 分の C とかこういう書き方をしてしまうと、これはあの A インバースかける c なのか CA インバースなのかこう区別がつかないですね。 でそういうものがありますので、a インバースというふうに書いて、ちゃんとこう行列の積として、こう、レインバース C なのか CA インバースなのかちゃんと明記する必要がありますので、絶対にこの分数の形で書いてはいけません。まあ、数の場合は、その積が AB も b m も等しいというのですから、まあ分数で書いても支障はないんですけども、行列の場合は逆、掛け算の順序を入れ替えると変わってしまいますので、まあ、 A 分の1という書き方は絶対にしないということになります。ではちょっと例を見ていきます。まず A が2003っていうですね。これはあのこちら向きのこの対角線上に並んでいる数だけがあって、それ以外はこう逆対角の方が0になっているわけですけども、これはあの A インバースはこのようにこの対角線上の成分、対角成分と言いますけども、対角成分の逆数を取ればよろしいと。 実際かけてみるとですね、20、03と2分の1、003分の1をかけてみると、1001になることがわかります。20と2分の1、0で1たす0で1と。03と2分の1、0は0。20と0、3分の1は0。03と0、3分の1は1ということがわかります。これ逆にしてもですね、いいんですね。逆にしても成り立ちます。 この対角成分以外は全部ゼロの行列を対角行列と後でやりますけども、言うんですけども、この場合は実質対角成分同士の掛け算で積が、になりますので、積は対角成分同士での掛け算になりますので、まあ、これ実は、一般に行列は掛け算の順序は問題ですけども、対角行列の場合は入れ替えられるんで、まあ結局、まあこれ、 と、こっち、逆にかけても、当然これになるわけですね。はい。今度は、1101の場合ですね。この場合は、A インバースはこれになりますと。一応確かめてみるとですね、かけ算してみると、1101、1-101かけ算してみると、これは、えっと、1ですね。1 0で1、01で10で0、11-1で0、01-1で0というふうに、あ、ごめんなさい。1と、こういうふうになりますね。 はい。で、これ、あのー、まあ、これすぐわかるんですけど、ここれは、実はこの、よいしょ。け算はですね、A たす B になってるんですね。こうなってることはすぐわかります。ということで、要するに、あの、これは、あの、行列の掛け算なんだけど、実質の数の足し算ですね。というふうになっています。ですので、ここの1のところの符号を、まあ、変えたものが、逆行列ということに、ま、なるわけですね。A たす B が0になればいいわけですから、 こいつのインバースは B はマイナス A というふうになるわけですね。はい。では一般に ABCD という行列に対して逆行列があるかどうかと。まあ、生息かどうかということですね。先ほど定義してみたこの生息かどうかということに関しては簡単に成分で条件を表すことができまして AD-BC が0ではないということになります。 で、しかもこの時 A インバースはこのように AD-BC 分の1かける D-B-CA という風になります。これは要するに元の行列に対してこの対角成分はひっくり返して逆対角の成分ですね。逆対角成分という言い方はないんですけども、まあ逆対角の成分は符号がマイナスになっていると。まあこういう入れ替えと符号が入れ替えと。 順序の入解替えと符号の入解替えみたいな感じですね。はい。まあ別にそんな標語的に覚える必要はないんですけども、まあ、こういう形で、えー、書けます。ちなみにこれ2次の正方行列だけ、こういうふうに簡単なんですけども、えー、これは、あの、最後の方にやります。4位子行列という概念を使って3次以上の一般の正方行列にも拡張されますので、まあそれはまた、あの、お楽しみにしておいてください。 で、えー、例としてですね、あの、3427と7-423を追いかけています。はい、ちょっとこれ見てみましょう。えー、っと、これですね、えっと、この2つをかけるというふうに計算してるんですけども、これ何をやってるかというと、この、これを ABCD とするとですね、こいつは、あの、D-C、マイナス B-CA なんですね。で、これをかけ算すると、おどうなるかというと、 ま、早い話、これとこれ掛け算してるだけなんですけど、あの AD、ad-bc の 00ad-bc が出てきますよっていうのを数字でやってるだけですね。はい。別にこれは具体的な数字でやらなくても、文字式でこうできるわけですけども。はい。ということで、え、これは、あの、この ad-bc をちょっと一応、デルタと書いておくと、どういうことが言えてるかというと、a がこの abcd の時には、a と、ま、この行列を a' と、 え、いうふうに置いておくと、a' をかけたものは、デルタ倍の e2 になっています。ということですね。これ、デルタ倍の e2 になっていますと。はい。で、両辺を、まあ、デルタが0でないときですから、デルタで割ると、えー、あちなみに、a'a はもちろん、これは、デルタ e2 になっています。はい。えー、こ、この d-b-c-a という操作ですけど、順序入れ替えと符号入れ替えですから、もう一回やると元に戻るんですね。 ですから A、A'A もデルタ E2 になっているということが、これはすぐわかります。AD-BC も一緒ですからね。AD-BC ってこう DA、DA-B-C の積で、これ、この行列にとっての AD-BC も AD-BC になりますから、えわ、ー、かりますね。この対角成分かけて逆対角成分かけたものを引くという操作をすると、これが出てきますので、まあ、これも、この式も同時になりたつことが、まあ、すぐわかるわけですね。 はい。ということで、両辺をデルタで割ると、a× デルタ分の 1a' とか、デルタ分の 1a'a とか、両方とも単位行列になりますね、ということがわかるわけです。ということで、2次の正方行列の場合は、逆行列の存在するための条件っていうのが、まあ、a ディマス bc ノンゼロであるということと、まあ、逆行列の具体的な形がわかるということですね。 はい。それではですね、ちょっと例題やってみましょう。え次の行列と逆行列の組み合わせで正しいものを選べと。えまあ、これ全部あの、なんとかインバースイコールなんとかと書いてあるわけですけども、実際にこの等式が成りた、正しいというものを選びなさいと。こういう問題ですね。はい。で、少し考えてみてください。はい。どうでしたでしょうか。 はい。えっ、ー、と、時間が、あのー、足りない人は、もちろんビデオを止めて、えーえー、解説を止めて、動画を止めて、えー、考えてくださいね。はい。えー、これ、掛け算すればいいんですよ。掛け算して、この、例えばこれとこれを掛け算して、単位行列になるかどうかを確かめればいいんですね。はい。じゃあ、いきますね。 はい。まず最初、2111のインバースが1112ということですけども、これは違いますね。え、これ掛け算すると、21と11掛け算すると、これかけ、両、この二つを掛けると、インバース取ってこれ掛け算すると、3になりますね。もうこの段階でダメなんですけど、一応掛け算の練習でやっておくと、4の2の3ですか。全然違います。これダメということですね。これダメです。はい。2111のインバース、イコールこれって意識ですね。え、これは、あ、 どうでしょう正しいですね。えー、21と1-1をかけると1ですね。11と1-1をかけると0。21と -12 をかけると0。11と -12 で1ということですね。これは先ほどの公式 AD-BC 分の1っていうので AD、AD-BC が1で、1分の1ですからまだいらなくて、対角線を入れ替えて逆対角を符号を変えるとこうなりますね。はい。今度は、これですね。これはどうでしょう これはダメですね。えっと、こことここをかけると、この段階で2になっちゃいますこれダメということになりますね。はい。まあ、これは、あの、なんか、こことここをなんか入れ替えた形だけなんですけど、これはダメですね。はい。じゃこっちの方はどうでしょうか えっと、この部分の逆行列はこれであるということはさっきちょっと例で見ましたけども、まあ、これはすぐ分かるわけですけども、まあ、実際これ、えっと、ブロック分けっていうのをやりましたね。ブロック分けで考えると、まあ、一発で分かるわけですね。そうすると、ここをさっき分かったこの1101というやつが、えとすると、a001 いうこういう形になりますから、これと a インバース001になってますね。これとこれはこういう感じになってますから、これ掛け算すると、 ま、1、1、1とこうなるわけですね。こ単位行列 E2 の001ということになって、これは正しいと。実際、ま、正しいわけですね。で、この3行目のところ行ってみましょう。これは違いますね。単位行列の逆行列がなんかこうなってるわけですけど、単位行列は、これインバースは当然単位行列です。単位行列と単位行列かけたら単位行列ですから、単位行列は単位行列のインバースは単位行列ですね。はい。つまり単位行列は逆行列は自分自身と等しいという性質を持っているんですけども、 実はこれもそうなんですね。0110っていう行列。これは単位行列とよく似てますけども、単位行列と行、もしくは列をこうちょっと入れ替えたものになっています。はい。こう入れ替えが起こっている。単位行列の入れ替えが起こっているんですけど、これ、えっと、もう一回入れ替えると元に戻るわけですけども、これ掛け算するとですね、これとこれ掛け算すると1001になる。単位行列になることはわかります。はい。ということで、この行列も逆行列はそれ自身と等しいという、まあ、例になっているわけですね。 はい。では、次行きましょう。これはどうでしょうかこれはダメですね。これは、あの、さっき、あの、なんか、二パターンでできたわけですけども、これ、対角成分だけが、0以外になってると。えー、対角成分以外は全部0になっているというやつですから、これは、まあ、3分の1、を分るちが逆行列ですね。ですから、これもダメだし、これもダメと。これなんか、なぜか入れ替えが起こってしまってますね。これは、あの、混乱しないように。はい。なんか、あの、入れ替えるとかいう話をしたので、えー、人によってこう、 混乱するかもしれませんが、これ、行列式は12ですから、12分の1の43になると、結局3分の1を戻しちゃうんですね。はい。はい。ということで、えー、こう、うっかり何でも公式でやろうとした人は、ちょっとこういう間違いをするかもしれないということで、ちょっと、えー、引っ掛けで入れてみたわけですね。さあ、最後の行列きます。0000。0000 000っというのは、これ、ロ行列というやつですね。で、ゼロ行列の性質は何をかけてもゼロ行列になるというやつですね。これ、絶対あの、単位行列にならないんで、これは、 もう AD-BC とかいう以前にゼロ行列、どんな L g 正方行列に対してもゼロ行列は逆行列を持たない、正則ではないということがわかるんですね。はい。ということで、これはバーツです。はい。では、最後いきます。2346インバースですね。えー、これはこう、どう、どうですかこれ、あのー、はい、公式好きな人公式で、あ、これ6と2で3と4を符号変えたら、あ、これ合ってるマジじゃないやと思う。 かもしれませんけども、これダメですね。はい。えー、一つ重要なことが忘れてますね。AD-BC が0でないという条件はどうですか ?6 に12-3 1 2 12 3, 4, 12で0になってますね。はい。ということで、これはあダメなんですね。これがダメな理由は2346とこれ、えー、っと、2346は1対2になってますね。ですから、これに何をかけても得られる結果は必ずこれ1対2の比になるんですね。 ということは、1001っていうのは、これ、1対2では絶対ないですから、全然違うものですから、あの、比例してませんから、これは、どんな行列をこれにかけてもですね、ダメなわけですね。はい。ということで、これは逆行列がないということが、まあ、行列の正規の性質をよく考えてみるとわかるんですけども、はい。ま一応、公式的にもダメということで、これは、まあ、逆行列ないんで、当然、この等式は成り立たないということになります。